こんにちは、藤田です。今回はパスワードの作り方と管理の仕方についてお話していきたいと思います。先にですね、結論を言いますと、ここまでログインするサイトがですね、増えてきますと、サイトごとにですね、別々のパスワードを人手でですね、管理することはですね、現実的ではないと思います。そこでですね、ツールに任せてしまうということで、を前提にですね、お話していきたいと思います。はい、今回の動画でお伝えする内容です。危険なパスワードとは、突破された場合に起きる問題とは、強力なパスワードの作り方、パスワードの管理の仕方、こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博士と申します。予備就活コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこられております。現在は顧問契約と本面講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、危険なパスワードとはということで、まあ、いわゆるですね、ハッカー、不正アクセス者っていう人たちはですね、パスワード生成プログラムっていうのを持ってるんですね。で、これを使ってパスワードを生成しながらですね、総当たり攻撃、ブルートフォースとかっていうんですけど、これをかけてですね、突破を図ろうとします。例としてですね、まあ、今はですね、効率が悪いんで使われてないと思いますけど、わかりやすい説明をするためにですね、単純な仕組みをですね、ご紹介しますと、パスワードに許容されている文字とか記号のですね、すべての組み合わせを生成するっていうものですね。例えば、4桁のパスワードで、許容されているパスワードに使っていいって言われている文字が、英数字のみってします。するとですね、文字の種類は、大文字小文字をですね、区別しますので、62文字になるんですね。そうすると、4桁の場合は、62の4乗でですね、何種類あるかっていうのが計算できます。こういう数になります。つまり、1400万通り以上なんですよね。もしですね、この4桁に、さらにですね、この4桁に1桁加えるとしますね。5桁にすると、今度はですね、62の5乗になって、こういう数字、つまり9億1600万回っていう数になるんですね。もう一気に増えます。1桁増えるとですね。で、コンピューターの性能はですね、年々上がってますけど、まあ、こういうふうに桁をどんどん増やされるとですね、まあ、5桁でこれですから、12桁になるとですね、もうとんでもない数字になるんで、まあ、いわゆるいたちごっこになるんで、まあ、ちょっと効率が悪くていいですね。今、こういうのはあんまり使われてないということですね。で、ハッカーも考えました。まあ、さらに巧妙になってですね、より合理的にですね、パスワードをですね、類推するプログラムをですね、作ったんですね。例えば、英単語の組み合わせとかですね、あるいはですね、よくある英語のフレーズとかですね、あるいは、それに数字を組み合わせた方法でパスワードを生成するっていう方法ですね。よりですね、人間の、思考に近い、組み合わせですね。ですから、パスワードですね、パスワードをですね、一つの英単語を使ってですね、作ってるとですね、簡単に突破されるっていう理由がですね、ここにあるんですね。例えば、Apple とかっていうパスワードはですね、こういうですね、辞書っていうかですね、英単語を使ってですね、パスワードを作るですね、ハッカーにはですね、簡単に突破されるんですね。で、2ワードでもですね、結構危ないですね。例えば、Apple Watch とかにするとですね、よく使われる単語っていう、英単語っていうのはですね、だいたい2000文字って言われてるんですけど、2000文字ぐらいとしますと、2000文字かける2000文字だとですね、400万通りぐらいなんですよね。で、これぐらいの数でしたら、今のコンピューターでしたらですね、簡単に、作業ができるということなんですね。ですから、非常に2ワードぐらいですと非常に危険です。さらにこれにですね、ハッキングターゲットですね、ハッキングしようとしているターゲットのですね、誕生日とかですね、あるいはですね、電話番号の下4桁の数字がですね、手に入るとですね、この数字をですね、プログラムの、類推プログラムのですね、データに組み込むんですね。そうするとですね、さらにですね、パスワードのですね、類推機能が上がるっていうことになります。こういうのが、今の時代では危険なパスワード、類推されやすいパスワードって言われてます。ですから、こういうのは使わない方がいいっていうことです。そしてハッカーはですね、今ご紹介したプログラムを使って、
無制限にログインを許しているサイトに対しては攻撃をしてきます。例えばワードプレスサイトありますよね。ワードプレスはですね、普通にインストールして立ち上げるとですね、無制限にアクセスできるサイトになります。具体的にはですね、サイト名プラス wp-admin っていう URL で、ログイン画面がですね表示されちゃうんですね。でさらに一昔前ですとですね、ユーザー名にはですね、アドミンっていうのがですね多く使われてたので、さらに危険だったっていう状況ですね。でもちろんですね、最近のサイトはですね、こういうワードプレスみたいにですね、無制限な攻撃はされないようにですね、防御はしているので、リスクは低いです。具体的にはですね、何度かですねログインに失敗すると、何分かロックがかかってですね、プログラムの連続攻撃ができないようにしてあります。ちなみに危険と言われているワードプレスサイトの方もですね、無制限ログインをですね禁止する方法はいくつもありますので、プラグインとかですね使うとですね簡単にできますので、もしやってない方はですねすぐにやられるといいと思います。ワードプレスのですね、セキュリティに関する動画はですね、こちらにありますので、よかったらですねご覧ください。はい、突破された場合に起きる問題ということで、まあただですね、そうは言っても楽観的に考えるとですね、ワードプレスに侵入されてもですね、まあ相当大きなですね、相当売り上げの大きいですね、大きな大規模なサイトでもない限りですね、まあ、金銭的な被害ってそんな大きくないと思うんですよね。で、愉快犯によってですね、サイトを破壊されたりとかするケースがあってもですね、まあバックアップしていればですね、まあ復元、リストアすれば元に戻りますよね。まあもちろんですね、まあ無駄な仕事が増えるのは尺に触りますけど、まあ破壊された場合のですね、被害っていうのはですね、まあこの程度で済むんですね。ただ実際にハッカーっていうのはですね、ハッカーがですね、サイトを乗っ取る目的はですね、こういったサイト破壊とかっていうのはですね、まあまず目的にはないんですね。もうほとんど無意味なんですよ、彼らにとっては。彼らはですね、もっと大きなですね、被害を起こしてですね、自己欲求を満たしたいと思ってるんですよね。ですから何をするかというと、突破して侵入したサイトをですね、踏み台にしてですね、その他のサイトをですね、攻撃するんですよ。つまり私たちがもしですね、突破されるとですね、自分のサイトを使って他のサイトを攻撃されてしまうということですね。で、これをやられてですね、他のサイトに迷惑をかけると、いやいや、私もですね、やられた方なんでですね、自分のせいではないんですって言い張ってもですね、私たちの責任になります。というのはですね、自分のサイトの管理不行き届きだからなんですよね。でもしですね、訴えられてですね、裁判になったらですね、負ける可能性も非常に高いと思います。ですから、気をつけた方がいいですね。はい、ところでですね、今ですね、ドコモ口座の問題でですね、少々メディアさんがですね、騒がれてますけど、お金をですね、取られるケースっていうのはですね、そんな思ってるほど高くないんですね。まあもちろん数十万レベルの被害っていうのはあるんですけど、数百万、数千万とかっていう被害はですね、まあ仕組み上、金融システムの仕組み上ですね、まあ、もうほぼないですね。たまに暗号通貨とかでですね、まあ大規模にやられたっていうのがあるんですけど、あれはまあまた全然別物なんですね。いわゆる金融系のシステムがどうこうっていうのはですね、そんなに大きくやられることはですね、まずないです。で、しかもですね、もしそういう被害があってもですね、金融機関ってですね、保険に入っているらしいんですよ。ですから、で、なおかつですね、世間体もありますね。自分の金融機関がやられたっていうことに対する世間体もあるので、ほとんど被害者にはですね、お金は返してくれます。ですから、まあ安心していいっていうとちょっと変ですけど、そんなに心配する必要はないですね。まあだからといってですね、あんまりいい加減なですね、管理をしていると責任追及される可能性があるんで、まあ最低限のですね、管理っていうのはした方がいいと思います。はい、強力なパスワードの作り方っていうことで、パスワードでですね、パスワード作りで管理でですね、一番してはいけないのはですね、同じパスワードの使い回しです。今ですね、ユーザー名、ユーザー ID がですね、メールアドレス使うところが多いので、もしですね、パスワードがですね、漏れてしまうと、他の有名どころのサイトですね、を一網打尽にですね、ハッキングされる可能性があるんですね。ですから、使い回しはやめましょう。で、今となってはですね、強力なパスワードっていうのを作ろうとするとですね、8桁を超える桁数が必要になってですね、要件としてですね、大文字と小文字を組み合わせろだとかですね、数字や記号も含めろとかですね、そういう要件もあるんで、自分で作ってやるっていうのはですね、なかなか現実的ではなくなりつつあるんですね。
そこで、やっぱりツールを使って作るのがですね、現実的な方法じゃないかと私は思ってます。で、結論としてはですね、パスワード管理プログラムっていうのをですね、使うのが現実的な運用方法だと思います。もちろんですね、このパスワード管理プログラムへのパスワードは必要になります。逆に言えば、これ以外のパスワードは全部ですね、自動生成してもらってですね、覚える必要もないっていうことです。で、皆さんもそうだと思うんですけど、もう今ですね、いろんなウェブ上でのサービスが増えてきて使ってるとですね、もうすべて異なるパスワードにするなんていうことはですね、しかもそれを覚えるなんて難しいですし、メモして残すのもですね、数が多くて大変だしっていうことなんで、もうやっぱりツールを使うのがいいと思うんですね。で、具体的にどういうツールがあるかというとですね、パスワード管理プログラムっていうツールはどういうのがあるかというとですね、身近なところではですね、Chrome ブラウザーですね。あとは、使ってる PC が Mac の方はですね、iCloud チェーンっていうのがあります。で、あと、有料なんですけど、有名なツールですと、OnePassword っていうアプリケーションがあります。で、繰り返しになりますけどですね、管理プログラムを使うパスワードは必要で、これが非常に重要になります。このパスワードだけはですね、絶対に漏れてはいけないパスワードになります。逆に言えば、これさえしっかり管理することに従事をすればいいということですね。ではですね、この大切なパスワードをですね、作るときにですね、使ってはいけないフレーズっていうのがあるんですけど、それはですね、まず自分の名前ですね、そして生年月日、電話番号、そして以前から使っている使い回しのパスワードもやめてください。まあ、そうは言ってもですね、強力なパスワードの作り方っていうのはですね、いろんなところで紹介されるんですけど、もう突き詰めるとキリがないん で、しかもですね、まあ、作ったとしても絶対安全っていうわけでもないんですよね。ですから、そこそこ安全な妥協案として、個人的におすすめな方法をですね、ご紹介したいと思います。それはですね、以前何かのサイトで読んだ方法なんですけどですね、自分の目標をですね、英語フレーズにして、それをパスワードにする方法なんですね。これですとですね、まず覚えやすいですし、パスワード入力のたびにですね、自分の目標をですね、入力して意識することによってですね、目標を実現しやすいっていうですね、自己啓発的な目的も叶います。で、私はですね、これ実践してます。で、目標ですね、フレーズにするとですね、もう他の人からですね、もうほぼほぼ類推不可能っていうのもいい点です。で、またですね、フレーズにすると当然文字数がですね、長くなりますから、パスワードの強度もですね、自然と上がるっていうメリットもあります。例えばどういう感じかというとですね、人気漫画ワンピースのルフィのセリフでですね、海賊王に俺はなるっていうのあるじゃないですか。これを英語にするとですね、I'm gonna be king of the pirates だそうなんですね。で、このフレーズをですね、カンマとかスペースを詰めてパスワードにしちゃうっていう感じですね。もちろんですね、このフレーズはですね、有名なんで使わない方がいいです。自分の目標をフレーズにしてください。さらにですね、これに大文字を組み合わせたりとかですね、途中の英字を数字に変えたりする。例えば、4を4にするとかですね、2を2にするとかですね、そういう感じですね。そうするとさらに強力になります。はい、パスワード管理の方法っていうことで、パスワード管理プログラム何を使うかですけど、さっきいくつかご紹介しましたけど、私の結論としてはですね、ワンパスワードっていうアプリがいいと思います。まあ、有料なんですけど、まあ、時点としてはですね、無料で使えることもあるんですけど、ブラウザの Chrome、Mac の方でしたら iCloud チェーンですね。で、ただそれぞれ問題があってですね、Chrome の場合は、まあ当然ですけど、ウェブサイトにしか使えないんですよね。例えば iPhone のアプリなんかでですね、ログイン情報を入れることがあると思うんですけど、そういうのの管理には使えません。一方ですね、iCloud チェーンの場合は、iPhone のアプリも使えます。ただ、Mac ですね、PC で使う場合は、ブラウザにですね、サファリを使う必要があります。逆に言えばですね、Mac ユーザーでブラウザサファリで OK な人は、iCloud チェーンがですね、iCloud キーチェーンがいいと思います。で、ワンパスワードのいいところはですね、どのブラウザでも使えますし、iPhone のアプリにも使えますし、もちろんですね、他の端末持っててもですね、iPad 持ってても使えますし、Windows でも使えると。で、なおかつですね、パスワードがですね、クラウドに保存されているので、パスワードがクラウドに保存されているので、端末が変わっても大丈夫っていうことなんですね。そういう意味でですね、使っているブラウザは Chrome、
で、スマホのアプリでも使いたい場合っていうのはですね、もう選択肢としてはですね、ワンパスワード以外にはないような気もします。で、Windows の場合はどうかって話なんですけど、ちょっとですね、Windows の方は私よくわからないんで、申し訳ないです。でですね、セコクやるならっていう話なんですけど、その場合はですね、ウェブサイトは Chrome で管理。で、アプリの方は iCloud Keychain で管理っていう二重管理になっちゃうんですけど、ウェブサイトとアプリで共通のユーザー情報もあると思うんで二重管理になっちゃうんですけど、まあただ二重管理はですね、もう本当合理性に欠ける管理方法なんで、もうこの方法はですね、本当に私は絶対お勧めしません。ですから、ワンパスワードが私の結論となります。はい、副業への一言っていうことで、副業ですね、始めますとですね、特にですね、ウェブ関係で副業を始めるとですね、おそらくたくさんのパスワードをですね、管理することになります。で、今ですね、本業をお持ちの方もですね、当然パスワード管理されてると思うんですけど、それよりもですね、はるかに多くのログイン情報をですね、管理することになると思うんですね。副業はですね、副業をする場合ですね、時間が非常に貴重になるので、まあこういったですね、管理っていうですね、まあ残念ながら生産性がない作業っていうのはですね、もう無駄なエネルギー取られるのは本当もったいないので、ここはですね、やっぱり素直にお金払ってですね、ツールを使う方がいいんではないかと思ってます。はい、今回は以上です。今回の内容がですね、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめやあなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、そちらからご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。